巨人は20日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。今オフ、安倍監督が2軍スタートの可能性も示唆していた秋広優と内野手は1軍スタートとなった。写真、自主トレ前に、気合い入れすぎちゃいました。秋広優と安倍監督は秋広について、最初は3軍にしようかなと思ったんだけど、ちょっと遅刻が2回くらいあったみたいなので、11月の NPB、 アワードの時も遅刻して、球団行事も遅刻してるんで。誰か特大目覚まし時計でも買ってあげて、遅刻するって一番信頼失うからね、とオフに一貫して厳しい言葉を並べてきた理由を明かすかのように話した。それでも一軍スタートは期待の現れ。ダメだったらすぐ隣、二軍、に行ってくださいって言うし、都の城、三軍、に行ってくださいって言うかもしれない。 キャンプは技術を上手くなるのって難しい。人としての成長を監視しときます。と話した。内野は一塁岡本和三塁坂本、遊撃角脇がレギュラーで二塁は吉川が有力。ライトは新外国人として獲得目前の小道は、センターは浅野や佐々木らの争い。秋広は丸らとレフトのレギュラーを争う立場となっている。